はい、どうも、ポニャーです。今日はスチーム版の方でやっていこうと思います。ロード早すぎる!レベルがちょっとわかんなかったんですけど、1500レベルぐらいでしたかね。の名残雪の方、やっていこうと思います。よろしくお願いします。名残雪はね、自分よりね、リーチが長いので、回路で。うまくね、スカらせて、そこにね、NS や6杯を刺してっていう戦い方で、安定して勝つことが、できるかなと思います。まあ、安定は嘘だけど。まあ、基本的にそういう戦い方になっていくんじゃないかなって思います。ガードして、これもガード、あーこれは読まれていましたね。これは痛いダメージなんですけど、まだ死なないので、大丈夫です。このゲームは死ななければ安いという言葉がね、ありますので、まあ、このゲームというか格闘ゲームには、安西先生もね、死ななきゃじゃねえや。え、何その中断?なんかたまたまガードできましたけど、すごい中断が、諦めなければ試合が終わってないという言葉もありますので、なんか持続で当たったな。さあ、ここから大逆転するぞ。おい、あるで?あるのか、本当に。本当にあるのか教えてくれ。ないのか。いや、うまいね。タッチパンで対抗されましたね。なかったですけど、だいぶ押せはしましたね。いや、せめてバーストを吐かせたかったところではありますが、欲張らない。メンタルがね、ボロ負けしたらね、メンタルやられるんですけど、ちょっとでもね、体力削れていればね、メンタル、そこまでやられないので、メンタル面で勝ってた。これもなんか投げに行っても、あーやべ!ちょっとおとなしいので、バンバン投げに行ってもいいかもしれないですね、これ。リスゲージだったんで、この変なコンボでもこんだけ減りましたね。投げに行く。よし。投げに行くと、投げ抜けもしてくる方なので、そこら辺をね、こう、いや、マジか、早っ!今めっちゃ早かったな、投げ抜けされるの。あ、やべ。うわ、マジか、死んだかな、これ。いや、大丈夫だ、まだ。なんか、あ多分 S しかほとんど開いてない。相手の方、S しかほとんどボタン押してない、今のコンボ。S と、最後、ハイスラ1回押しただけや。いい足払い!なるほど。投げしけの、バックステに対しての足払いってことですかね。ジャンプの方でいきます。マジか、バックステにディスク取られたの初めてかもしれない。暴れてる。んー、なるほど。もう投げ抜けもやめましたね。暴れに。俺がちょっと強引に投げに行きすぎてるから。そこを暴れという形で。もうちょっと丁寧にやりますか。え、マジ?こうして。おいしい、これ。リスケージあったから結構の減りだったのよ。なんだこのゲーム。これはさすがにリスクゲージが。たまりにたまってるので今、なんか10秒ぐらい固めてなかったか?あえて、おとなしすぎないか、さすがに。いくらなんでも。削れた。え、何今の?10 秒ぐらい固めてたよね。え、なんかすごい。え?何これ初めてなんだけど、こんな固めたの。あ、やべ、いってそれを、それをね、許さないかのごとく、相手の猛攻がね、うまい!その空投げの判断は偉い。判断が早い!判断が早かったですね。相手のカラーのこの、ちょっとなんか、薄み、ピント、カミカミや。寝起きなんで、許してください。相手のこの、ミントカラーみたいなのも綺麗でいいですね。やってない、やってない。ガガガガガガガからの、いや、ほんとに、いや、うまい。見ている。てか、名残雪って 2P で落ちる組なんだね、フードル。2P で落ちる組はね、フードル結構落としやすいから、あんまり強引にいけないんですよね。あ、ダメだ。ほんとに 2P で落ちる。まあ、でも、やっぱり見てないと、落とせないっていうのは、全キャラ共通の話なんで、つまり何が通るかっていう話なんですよ。冷静に考えたらわかるはずです。そう。ダッシュが通る。あダッシュが通る。やばい。終わる。終わるんだけど。
ダッシュが通るんだけど、投げ抜けるねー。やっぱスチーム版だからかな、こんな投げ抜けられるの。なんかスチーム版って感じですね。これ暴走するから。オッケー。いや、危なかったですね。いや、うまいですね、相手の方。まあ、でも結構投げ抜けが癖になってはいるので、そこをしっかりとね、しっかりと、とどめていければ、こんな、今もね、投げですね。投げ間以外の禁煙とかね、そういうのも全然ありますので、そういうのをしっかりとね、やっていけば、相手、3チーム長くじゃねえ、早く投げやってましたね。ちょっと早めに飛んでしまう。こんな感じで、投げを釣ってしまえば、かなりのダメージ量になるので、で、ビビったところにね、投げ抜けないなーって思うようになってきたら、投げを通していくっていう感じの戦い方をすれば、結構ダメージソースがね、優秀なので、今回。投げをね、投げを抜けたところに、いろんなのがカウンターしてくれるので、ダメージ源がかなり優秀なので、結構簡単に崩せるのではないかなと。ダメージレス負けで負けないかなっていう感じはしますね。あー、昇竜拳出なかった。あ、うまい。へー、それダスト繋がるんだ。さすがの名残雪の火力だな。開幕どうしようかな。これ足払いとかも結構いいんですよね、実は。うん、しないか。おいしい。これはね、名残雪はこれいけます。よーし、おいしい。名残雪捕まっちゃうか。これは全キャラ共通です。すみません。しゃがみくらいですね。しゃがみくらいだから 2K いける。 2K じゃない、タッチ K が。どうしようかな。不況をね、ごめん、昇竜拳。これ着地下段。オッケー。これ着地下段と少し遅れてジャイアンツとかもあるんで、案外ガードしづらい。自分でやって、これ駒投げ来るかな、どっかで。いやー、来ないか。まあ、しょうがない、打つしかない。これは差し返し気味に振っていく。ちょっとビビって二段ジャンプしちゃった。あー、マジか。そこも落とすか。しっかり見てますね。対連してないフードレだから落とされないかなって思っちゃったけど、そんなことはなかった。やべ、うわー、立ち系ってすごい。下の位判定が薄くなるせいで 2K がこえー。おいしい、かぶっている。なんで今のおかしくない？さすがに。おっと、これ、ほら、ちょっと遅らせつの、ほら、よっしゃ最後はちょっと投げを匂わせつつ、ためなし出すとって感じでしたね。で、さっきの遅らせジャンスが、すごい強いです。昇竜拳ドマキャンの後。で、あの昇竜は、あれですね、フリフレなので打ちました。まあ、やっぱゲージがあればね、フリフレのフードルも有利フレームになるので、これはね、ぜひ覚えておいてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。